ここ全体的にバチバチですでは特にこの辺とこの辺が硬いですね。でどんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じがガチガチになってるんですね。それで今から生肉に戻していくんですけど、はい、その過程がとても痛いです、はい、でも背中の疲れって、まあ、実は足の疲れが上がってくることが多いので、はい、しっかり緩めていきますね。ふくらはぎ押さえていきますね、はい、あここ、あ気持ちいい痛いけど気持ちいいって感じですね。足の疲れがこう上がっていって腰とか背中の疲れに上がっていくので、それがね、あの体の疲れの原因だったりしますよね。あの気持ちいい感じですね。足の筋肉って全身の筋肉 70% が下半身にあるので、はいはい、足をしっかり緩めてあげるとね、全身楽になってくれるんですよ。そうなんですね。あー、やばい。気持ちいいですね。悶絶整体って言ってるから痛いよって言っておかなきゃいけないんですけど、はい、受け入れる人にはあちょうどいいっていう強さですからね、はい、ここが痛いけど気持ちいいよね。痛いけど。ああ。ああ。ではね、膝からね。はい。ああ。気持ちいいね。じゃあ、悶絶整体にちょうど合う体なんですね。そうね、ありがたい。普通のマッサージの店とかだったら、揉み足らないでしょ。そう、全然なんか、全然。全然。全然。足やばいですね。足やばいよね。やばい。では正しく押しますよ、はい、ここ、ああめっちゃ効くね。ああ、ここ、ああ
しいね。はい。よいしょ。では、ここにね、ちょっと挟みますね。はい、ではね、今、太ももを押さえていきますね。はい、太ももってね、椅子に座ったりとかすると圧迫されちゃうので、硬くなりやすい場所なんです。はい、これが、ね、腰痛とか、あと背中の疲れに上がっていきやすいので、しっかり緩めていきますね。はい、ここ。ああ。お仕事は座り仕事、立ち仕事？両方。両方。はいはいはい。そう、パソコンもしてたから、パソコンもしながらなし、そう、あ、病院にここやるのか、やばっちゅうばっちゅうだ、大変なお仕事ですもんね。いや、先生に比べたら、いやいや、いや僕は人を見つけるのが好きでやってるだけですから。うちの店に通ってこられたら、そこの3ミリ内側とか、もっと強く押せとか言うとしか来ないよね。じゃあね、細かい場所ちょっと指でね、押さえてますよ。痛みが取れてきたでしょ。うん、はい、なんか硬いお肉、食べたら硬くて食べられなかったお肉が、肉叩きハンマーで柔らかくなったような感じね、今ね。すごい。反対側ね、触っていきますよ。